最終的なきっかけは、あの中学校の時のサッカー部の合宿中に見た、はい、ミュージックステーションっていう日本のテレビに、滝谷の翼が出てたのを見て、これがジャニーズかって言って履歴書を送ったっていうのが、まあ、昔からやってたっていうのもそうですけど、はい、何かあの、まあ、この事務所でジャニーズジュニアって部分でも数多くタレントがいる中で、はい、ジャニーさんに褒めてもらえたのが、うん、ダンスだったので最初に、やっぱそこは自分が自信を持ちたいし持ち続けてたいし、持ち続けてた上で形になったら多分今も届くんじゃないかと思う。オリジナルでありたいし、誰かがじゃあ例えばノエルみたいな、ノエル君みたいになりたいとか、ノエル君みたいにあることやってみたいって言って、うん、何かチャレンジしてくれるようなきっかけになれたら嬉しいなとも思ってて、うん、アメリカに来たわけじゃないですか、はい、そのトレーニング、うん、そのだから趣味とか、アメリカに来たから趣味ですか、その今ですか、ハマってるものみたいな、キャンプファイヤー